新型コロナウイルスの分類について厚労省の専門部会はきのう政府の方針通り来月8日から季節性インフルエンザと同じ5類に移行することを了承しました5類に移行後はこれまでコロナ患者を診療していなかった病民も含む全国のおよそ9割の病院でコロナ患者が入院できる見通しだということです 感染力の強さ、また重症化リスクの高さなどは、ウイルスの特性が変わるわけではありませんと、東海3県、しっかり連携をして、これ乗り切ってです、ね、安心な日常生活と活力ある社会経済活動を取り戻していいきたいと政府の方針などを受けて、東海3県の知事は先ほどオンラインで会議を開き。 5類に移行後は日常生活と経済活動を取り戻しながらも新型コロナの感染力や重症化リスクは変わっていないとして引き続き感染対策に取り組むことを確認また東海3県ともに今月中旬から感染者数が増加していることからあすから始まる大型連休については手洗いやうがいなどのメリハリのある感染防止対策を呼びかけました。